本田さんは自分のことをどんなふうに思ってるんですか。自分をですか、うん、それは自分がどうなりたいのかっていうところと、すごくまだまだ距離感がありすぎて、うん、今の自分はいろんな意味でまだまだやらないといけないなっていうのを選手としても経営者としても思ってるんですけど、挑戦者、いわゆる挑戦者は手本の挑戦者みたいな、うん、まだまだ挑戦するなあいつみたいな存在でいたいと。本田君の体の中にものすごいでかい暴れる竜がいて自分で飼い慣らしてるのか、もうそいつが暴れるからそうなってしまうのかっていう。面白い、そんな質問よく思い浮かびますね。でもコントロールしてます、うん、中の竜はこのテレビで言えないようなことばっかりです。本当にもううちに秘めてる本田圭佑はもう本当にもうクレイジーすぎて、おいおいおいみたいな、もう出てくるんで、もう抑えてます。抑えきれてます基本、うん、なるほど、はい、ただ挑戦してきた数は30歳に今年なったんですけど、自信あります。失敗してきた数、挫折してきた数は自分の唯一の自慢できるところですね。そこがいわゆるそういった人に見えてない領域を見させてくれるんですよ。